それはコージ、心拍数が現在突破中、どうか娘さんを僕にください。またダメなのか、クロハの時と同じなのか。コージくん、そんなに緊張しなくていいよ。ソラをよろしくお願いしますね。よかったねコージ。ありがとうございます。やった、俺は5年前のトラウマを乗り越えたんだ。ソラの両親優しそうだったな。クロハの親父とは大違い。おてっさん、久しぶりだなコージ。大切な話があってきた。ケツはかつての婚約者クロハの父親、俺のトラウマの源だ。5年前、俺は当時の恋人クロハと婚約をした。クロハ、コージさん、婚約おめでとう。ありがとうわさび。あれ、コージさん表情が硬いわさよ。明日クロハさんの親父さんに挨拶に行くから緊張してるんです。大丈夫、クロハのお父様はとっても素敵な人よ。わさびさん、会ったことあるんですか。わさびは何度うちへ泊まりに来ているのよ。高校時代からの親友だもの。クロハのお父さんのこともよく知っているわさ。だから大丈夫。そうか、なら肩の力を抜いていくよ。そして挨拶の日、お父さんどうか娘さんを僕に。バカモン。え、俺から娘を奪う気か。たった二人の家族なのに。 お父さん出ていけ。娘は誰にも渡さん。母を失ってからずっと寂しくて一人になるのが嫌なんだって。普段は弱みを見せたがらないから私も気づけなかったの。ごめんなさい。なら俺が向こう入りして一緒に暮らそうか。それも嫌みたい。人見知りだから。どうしようもないじゃないか。父を一人にはできないわ。母がいなくなった今、父には私しかいないもの。クロハ、まさか。私のことでコージを縛りたくない。他に好きな人を見つけて幸せになってほしいの。そんなクロハ。こうして俺はクロハと別れてしまったのだ。テツさんが今になってなんで。あの時反対した件だが、今なら認めてやってもいい。クロハと結婚させてやる。は？彼女とは5年間連絡も取っていないんですよ。娘は今心を病んでしまっている。原因はお前のことだ。え、クロハは大丈夫なんです。お前と一緒になればクロハは元気になれる。やませた責任を取れ。なんて自分勝手な。でもクロハが結婚して出て行ったらテツさんが寂しくなるでしょう。心配ない、俺には相手ができた。再婚する。再婚？新婚家庭にクロハは邪魔だ。引き取ってくれ。どんなわがまま言ってんだこの寂しん坊やじ。隠していても仕方がない。はっきり言わせてもらいます。俺にはもう婚約者がいるんです。なんだと？ですのでクロハとは結婚できません。クロハの心をやませておいて見捨てるのか。この人出なしが。お客様困ります。うわー、ということがあったんだ。前の婚約者のことは聞いていたけど、そんなことになっているなんて。もし空の方で何か起きたら報告してくれ。わかった、気をつけるね。そのもしはすぐに訪れた。コージ、うちに変な手紙が届いたんだ。どんな内容だ。お前たちの婚約のせいでクロハの心の病が悪化した。包丁とマッチを持って町を徘徊しているとか書いてある。やっぱり俺の実家にも同じ内容の手紙が来たんだ。匿名だから差出人もわからないし、気味が悪いよね。包丁とマッチとか怖すぎだろ。どこのモンスターだよ。うちのお母さん手紙を読んだ途端倒れちゃって。お母さんが？うるさいわね。あ、でも大したことないから大丈夫。俺のせいで本当にすまない。コージのせいじゃないよ。俺たちが付き合っている限りクロハを刺激するし、周囲に心労をかけてしまう。ソラの家族を俺のせいで危険な目に遭わせるわけには。俺はソラを説得し結婚を一旦延期することにし、しばらく会わないようにした。どうすればいいのよ。グイーカッパを引っ張っても変わらないよソラちゃん。終わりだ。これじゃ前とまるきり一緒じゃないか。警察は差出人を特定できないって言うし、肝心のクロハが徘徊をやめない限り安心は。キッパン。もう誰か来た。はいはい。コージ久しぶりね。ガクロハ、刺されるよ。燃やされる。ドア閉めないで。そのままでいいから聞いて。ああ。話は聞いたわ。父が変なこと吹き込んでごめんなさい。でも私はコージとよりを戻す気なんてないの。新しい恋人。なんだって。私が心を病んだのもコージのせいじゃない、父のせいなのよ。どういうこと。父は、父さんは。クロハ、結局
何もわからなかった。俺の安心どこやねん。わやっほー、お久しぶり。このダミ声、わさびさん。今クロハのことで悩んでいるんでしょ。私が相談に乗るわっせ。救世主だー。こっちこっちこっち。どうなんです、クロハは。よくないわさ。親友のわさしともろくに口を聞かなくなって。ダメか、簡単に救世主は現れないよな。救世主はコウジさんよ。そばにいればクロハは元気になるはず。いやいや、クロハには新しい恋人がいるんでしょ。あの男はダメ、無職の暇なの。剣をやればできる人よ。私が立ち直らせる。どうせ俺なんてもうダメなんだ、もう部以下だとか言っているけど無理よね。俺は会ったことがないからなんとも。無理なの。だからコーチさんが槍を戻して、それで万事解決よ。はぁ、すまん遅くなった。俺テッさん待っていたわ。サーターリン、ダーリン、この間話しただろ、俺は再婚すると。歳がだいぶでかそうなお腹って。年齢なんて相手乗り越えちゃったもんね。なんだこの空間。この話、クロハはなんて、父親と親友が再婚って。そこが悩ましいところよ。嘘でしょ、いつからそんな関係に。お前とコウジとかいうのが別れた頃から少しずつだな。あんたのことで相談をする名目でキャリア詰めたわさ。今思うとあの嫁がいなくなってラッキーだったな。女房と畳は新しいのに限る。なんてこと言うの。母さんへの一途の愛があると思えばこそ母さんを支えようと思ったのに。コーチとの別れも我慢したのに。うるせえな。俺のそばにはもうわさびがいる。お前は出てけ。いや、私と万人いたのがこんな人たちなんて受け入れられない。ってことでクロハがテツさんの家から出てくれなくて困っているのよ。ケンとかいう無職男はいらん。俺の金まで食いつぶしかねえ。つまりコーチさんがクロハを引き取ってくれれば丸く収まるのよ。間違いない、クロハが心を病んだのはこいつらのせいだ。空との間を引き裂いた匿名の手紙もきっと何か決定的な証拠があれば。あ、いや、それにしても年の差を感じさせないお似合いのカップルですね。言われちゃってます。後でゆっくりお二人の話を聞かせてください。それよりまずはクロハのことを話し合いましょう。おお、引き取ってくれるのか。早くクロハを落ち着かせて家族を安心させたいんです。後の参考のために会話を録音してもいいですか。構わんぞ。俺は二人を持ち上げつつ真相を尋ねた。すると、というわけでお前たちの住所を調べて二人で手紙の文面を考えて苦労したぞ。娘と恋人の幸せのために、すごいな。なら包丁とマッチの話は。はっはっは、創作だ。脅しとしては気が利いているだろ。さすがはタシナカ。やっぱりな、なんか変だと思った。クロハのこと何も考えてやらずに俺とサラの幸せまで壊しやがって。王子さん、証拠の録音は警察に届ける。後のことは覚悟しておけ。おい、何をする気だ。こうして俺は鉄とわさびを通報した。大変なことをしてくれたね、鉄部長。金は勘弁してください、社長。脅迫するような人間を会社に残すわけにはいかないよ。初犯で実刑にはならなかったものの、前科がつき鉄とわさびはそれぞれ失職した。手紙の主が捕まったの。ああ、クロハさんのことも嘘だったんだって。よかった、包丁とマッチを持って徘徊する女はいなかったんだ。だからお父さんお母さん、ついに俺とソラは結婚だ。コーチたちへの慰謝料はお前が働いて稼いでくれ。この年で再就職は厳しい。妊婦に何言ってんの。元はあんたが立てた計画でしょ。あんたが全額払うわって。お前が払え。俺のこと好きなんだろ。いくら年上好きでもお金もそこもないおっさんはね。ミステルキコーチ、とでなしが。あんたのせいで将来にケチがついて訴えてやるわさ。年の差を乗り越えたはずの愛はあっさり崩壊。憎しみ合う関係に。クロハ、お前は父さんのそばにいてくれるよな。そんなわけないでしょ。出ていくわよ。無職男とどうするつもりだ。今無職なのは父さんだけよ。クロハが励ましてくれたおかげで就活して正社員になりました。いつの間に。傷ついた私を支えてくれたのはケンじゃない。
これからは俺がクロハを幸せにするよ。おーい、一人にしないで。仕事がないから昼は寂しい、家族がいないから夜も寂しい。